Video Diary December the 14th, 2018 by Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan ビデオ日誌2018年12月14日林ひろしです。こんにちは。こんな話があります。私の身近に大変音感といいますか、音楽のセンスといいますか、具体的には作曲面においてですね、大変優れた若い人がいます。時々各コンテストなどではこの辺りでもですね、優勝したり、小さいですけども新聞の片隅に名前を出したりしています。がしかし地方の悲しさといいますかね、なかなか全国的にはなっていかないわけです。がしかし最近はですね、インターネットを通して音楽を配信することができますから、それなりにって、またそれなりにって言いますかね、そういう言い方は失礼かもしれませんけども、彼は彼なりに頑張っているわけです。がしかしそれで生計を立てるというわけにはいきませんから、昼は仕事をして、そして夜は友達とバンドを組んだり、あるいは休みなどにはですね、どこかのホテルなどへ行ってアルバイトをしていると、そういうことなんですね。で、私そういう彼を見ていてね、彼がどうこうということではなくて、そういう彼を見ていて時々こんなことを考えるんですよ。アメリカやオーストラリア、他の国もそうでしょうけども、要するに例えば音楽面においてもですよ、才能のある子供というのはいるわけですよね。でその才能のある子供を育てて、そしてと言いますか、本人もそういうチャンスを自らつかみながら、そして音楽の世界に入っていくわけです。それがある意味で当たり前のプロセスなんですよね。ところがですね、一方こういう言い方はまたまた日本批判になってしまうかもしれませんけども、日本の歌手、音楽、それに包むですね、作曲作詞の世界というのはもう商品になってしまっているわけですよね。で私もう25、6年前でしたかな、ある有名なね、音楽家アーティストという方の近くに寄って行ったことがあるんですけども、それでその周りの人がですね、ある程度親しくなったといいますか、もともと出版社関係の人であったということもありまして、うちわ話をポロッポロッとこう話してくれたんですけども、こういうことなんですね。林さん、あの人ね、ギターくらいなら真似事で弾けるかもしれませんけど、楽譜を読めないんですよって言うんですよね。でそれを聞いて驚いたわけですけどもね、有名なもうすでにねアーティストで、自らいろんなね曲も発表して、なんとか全国のですよ、なんとかなんとかでですね、時々10位に入るとかなんとかっていうような、詳しくは話せませんけれども、そういったそのアーティストだったんですよね。で私驚きまして、えって聞きましたら、その友人がね、今はね林さん、編曲屋さんっていうのもいるんですよって言うんですよ。編曲屋さんっているんですかって聞きましたら、いますよって言うんですよね。映画の世界にもね、そういったその分業っていうのがありますからね。その映画の世界の話はよく知ってるんですよ、私ね。しかし音楽の世界でそういう話を聞いたのはその時初めてだったんですけども、要するにきちんとした音楽の勉強はしていないと。
適当にギターを弾いて、まあ、適当に歌を歌うってことはその方はできるみたいですね。で、それをその録音して、そしてその編曲屋さんに回すんだそうですよ。で、しばらくするとその口ずさんだ曲、歌詞がですね、音楽となって出てくるってわけですよ。で、それを聞きながらまた手直しして繰り返して、まあやがて音楽になっていくわけですけどもね。その過程で要するにプロダクションが入り込んでくるわけですよ。つまりどういうふうにするか、どういうふうにしたら売れるか、今はどういう歌が売れ筋なんだとかって、まあ、いろんな研究をなさってるみたいですけどもね。要するに音楽という芸術の分野においてもと言ったらいいのかな、日本というのはかなり歪んだ世界になってきているわけですよね。で、それが、まあ、歌手イコール歌音楽歌詞もですね、全て商品として世に生み出されるわけです。ここが日本と、まあ、欧米の大きな違いではないかと思います。でもこれはある意味で、まあ、音楽がですね、商品化されて、そして、まあ、なんて言いますか、その商品化された段階でプロダクションと、まあ、一緒になり、そのプロダクションがマスコミ、特にテレビ局ですよね、とつながっているということで、テレビに出る、歌う、ヒットする、有名になる、お金が入るというような段取りで動いていくわけです。で、その間、その歌手と言われている人、あるいはアーティストと言われる人たちというのは、要するに商品ということになるわけですね。もちろんみんながみんなではないという言い方で、まあ、逃げるのもどうかなと思うんですけども、まあ、そうでない方もいらっしゃるでしょうけども、少なくとも私が、まあ、そういうその方たちと聞いた範囲ではですね、まあ、全然そうでもないんですよね。はい、で、それは私別にプロダクションだとか音楽界であるとか現在のマスコミを批判しているわけではないんですよ。現状はそうなっているということですね。まあ、それはだけども逆に考えますと、そういうその商品化されたその音楽アーティストがわーっと一世を風靡することによって、私は最初の話に戻りますけども、その域に達しないと言いますか、その世界に触れることができない、その他多くの才能のある若者たちがですね、渦漏れてしまうんですよね。渦漏れてしまうんですよ。それはとても悲しいことだと思いますね。例えばですよ、それはまあ、要するに商品として売りに出された芸術っていうのは力を持つんですけども、マスコミ的なね、その力が異常に強いために、逆に今度はその影でって言いますかね、より多くの若者たちの才能が、まあ、積まれていくって言いますかね、自ら伸びる芽を見失ってしまうと言いますか、失ってしまうわけですよね。で、そういうことはこの今この日本の社会では起きているわけです。ですから、それがいいというふうに思い込み、踊らされているファンの方には申し訳ないんですけども、本当に皆さんがお聞きになっている音楽というものがですね、まあ、その聞くに耐えうるものかどうかという問題をちょっと考えてみて見られたらどうなのかなというふうには思いますね。まあ、ちょっと今日は口が重くなりますけども、要するに私たちのそうしたその、まあ、音楽に限らないでね、あらゆる場面において作られた価値観の中で、作られた価値を、まあ、それを良しとして、その価値、作られた価値を価値あるものだと錯覚しているのではないのかなという部分があるわけです。で、それが日本文化全体を覆っているわけですよね、今ね。大変、まあ、悲しむべきことなのでしょうけども、まあ、ご存知のように、まさしく低俗文化、
系列文化というのが日本の主流になってきているわけです。その中心にあるのがやはりマスコミでありテレビ局ということになるわけです。もう少し分かりやすい例で言いますとね、例えば書店行きますとおびただしい数の雑誌や本が並んでますよね。ところがそれらはですね、まあ、いろんな方向性があってそういう本になっていくわけですけども、中にはって言いますか、ほとんどの人はその道で真面目に生きて真面目に本を書いて、そして真面目に自分の意見を通そうとしているんですけども、やはり商品化された本には勝てないんですよね。で、そのじゃあそういうその商品化された本が絶対的な力があるかというと、さらに全体として見るとマイナーな世界でしかないわけです。じゃあ主流はどこにあるかと言いますと、やはりテレビ局にあるということになるわけですよね。それはもう数が違いますから、視聴率ね 10% いったところでもう1000万人の人に、まあ、10% って今ねなかなか大変な数字ですけども、 10% といったらもう1000万人、1200万人の人に目が届く、耳が届くということになりますからね。本でいくら売ったって10万部20万部売れてわあ大変だって言ったって20万ですからね。ところがテレビになりますと、わーっとこのブルドーザーでなぎ倒すかのようにして1200万人という数字をこなしていくわけです。そうしますとどうなるかって言いますと、結局はまあ巨大なマスコミの力に押されてしまう、押され切ってしまうということになるわけです。じゃあその分それを提供するマスコミ側にそれほどの自覚と責任があるかっていうと、私はないと思いますね。もうとにかく視聴率、金儲け、商品、笑えばいい、おかしければいい、まあそういう感じですよね。ただそのテレビ局が定列愚劣化していることはこれはもう疑いようのないことなんですけども、じゃあテレビ局が悪いかというとそうではないんですよね。それを良しとしている私たち視聴者側にですね、まあ、いわゆる思考力、判断力がなくなってきているということですね。あえて言うならば、例えば特別養護老人ホームで昼起こされている老人たちの前に、まあ、大きなどこで行っても大きなテレビが置いてあるわけですけどもね、それはなぜそんなテレビを老人たちに聞かせるか見させるかといえば、昼間はとにかく起きててもらわなくちゃ困りますからね。夜徘徊されるようじゃ困るということで、昼間はガン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 テレビを流しておくわけです。起こさせておくわけですよね。ところがその老人たちはそのテレビを一日中見てるわけですけども、そのテレビを見ることによって何か得るものがあるかというと、ますます愚鈍化、愚劣化するわけですよね。それは私たち自身も警戒しなければならないことなんですよ。次から次へとテレビ番組を見てるから賢くなるかというと、情報の洪水の中で溺れていくということになってしまうわけです。そして次から次と見て新しい情報を手に入れて、次から次へと忘れていくという繰り返しをしている間に、情報に対して麻痺、どんま、自分の感覚、センスがですね、どんましていくわけです。判断力もどんましていく、思考力もどんましていく、そして結果として考えることができない人間になっていくわけです。つまり、まあ、それを意図的にやってるかどうかは別として、結果として見ると定列愚劣番組を見ながらもそれが楽しい、あっはっはっは、その場だけが過ごせればいいというような視聴者がいる。その視聴者がその一方片方で結局は定列低俗番組を支えているということになるわけです。まあ、それはある意味で先ほど言いましたようにブルドーザーなんですよね。せっかく本屋さんに並んでる本なんか見てみると分かりますように、それこそね、発行部数が3000部とか4000部しかないような本であってもキラリと光る本というのはいくらでもあり、そしてそういう本が何十冊も何百冊も並んでいるんだけども、懸命に訴えているんだけども、まあ、要するに社会的に見ればですね、まあ泡吹くのように弾けては消える程度の力しかないわけです。が一方、商品化された本、あるいは今はね、三位一体といいまして、テレビ局、出版会、そしてまあグッズですよね、
その3つが三位一体となって、まあ、視聴者消費者を包み込んで、そして商品化として売り出していく、そういう世界がもうすでにできていますから、できている以上はですね、まあそれに私たちは踊らされてしまうわけです。そしてそういう本あるいはそういう人というのはやはり売れるわけですよね。売れるイコール商品価値があるということになるわけです。がしかしじゃあどうするかということを考えていくとですね、私はやはりもう東京あたりでもね、例えば10社あるんですかね、まあ、何社ということは言えませんけども、分かりませんけども、大手のねキーステーションであるテレビ局はもうアメリカ並みに解体すべきだと思います。つまりそうしたマスコミ、いわゆる情報網というものを独占してですね、そして一方的にその全国に同じような番組を流していくという時代はもう終わりにしなければならないと考えています。でないといわゆるまあその巨大化肥大化したね、一部のまあなんて言いますか、その情報だけが日本を支配するということになってしまうわけです。それは日本全体にとっても、まあ、低俗化という意味においては悲しむべきことではないかと思います。つまり提供する側はですね、当たり障りのない、要するにまあどうでもいいような番組しか作らない、また作れないわけですよね。それは中にはひょっとしたらですよ、そうではあってはいけないって考えているプロデューサーやディレクターもいるのかもしれませんけども、現実にそれはできないんですよね。そしてまあそのスポンサーに反するような意向に反するような番組というのは作れないわけです。まあ、それは仕方ないのかもしれませんけども、スポンサーあってのテレビ局ですから。しかし同時にそれはまあ一般国民を愚鈍化低劣化していくということにも結果としてねなっていくわけです。先週はアフリカの料理番組、今週は南アメリカの料理番組、そしてっていう感じでね、同じことを繰り返してるんですけども、まあ作る側にしてみれば別々の番組を作っているってことになるわけですけども、それに踊らされる私たちは去年見たアジアの料理番組のことなんかも全然覚えてないんですよね。ですからほほほははなるほど珍しいなっていうことを繰り返して、まあ、今に至っているわけです。まあ辛辣な言い方ですけども、晩年の私の兄はですね、まあ野球のその実況中継を見ながらですね、ふとこんなこと言いましたね。野球なんて今見ても去年見ても10年前も同じやなんてね言ってましたですけども、同じなんですね。はい。で同じことを繰り返しながら時を過ごしていく、そしていつの間にか結果として愚鈍化低劣化していくわけです。いわゆるまあ考えないわけですよね。文化というのはいわゆる思考の集積された状態で結集していく、その結果として生まれてくるものですけども、その思考、基本的な思考というものがないわけです。まあ、そういうふうに言い切るのは大変危険なことかもしれませんけども、思考と知識とは違いますからね。思考というのは自分で考えて判断して、そして結論を出して積み重ねて、そして一つの体系を作っていくというのは、これが思考のプロセスですから。しかしその原点である部分で考えて判断していくということがないわけですよね。またそういうことさせないわけです。で結果としてまあ今のこの日本に見るような、まあこれは全体、世界全体がそういう傾向があるということになるわけですけども、その低劣低俗化していくわけです。となると進化というのはちょっときついけども、進歩というのは何かということになってきますと分からなくなってきますよね。これほどまでの電子機器を使いながら、そしてスマホなるものがもうね一家に一台じゃなくて一人に一台というような感じで皆さんの手に渡っている。そしてその打ち出す言葉文字というのは短文ですよね。そして短い文章で相手に意思を伝える、文章は書けなくなってしまうんですよね。ですからまあどうなんでしょうか。
まあ、それ以上言うとね、私スマホをやってるからっていう人もいますからね、きついんですけども、文章が書けなくなってしまって、逆に今度は短い文で相手の心をぐさーっと突き刺すようなその言葉っていうのはうまいですね。はい、辛辣な言葉ですけども、長々と書くんじゃなくて、それこそ一行か二行で相手をね、叩きのめすような言い方っていうのはうまいんですよね。まあ、それがいいのか悪いのかってことは私には分かりませんけども、まあ良くないと私は思ってますけども、分からないけども私は良くないと思ってるんですよ。がしかし、そういうふうに思考力が低下してきていると。ものを考えるということは結局は文章を書くということにつながるわけですよね。モンテスキューもそう言っているわけです。私はものを書いている時以外は何も考えていない。逆に考えますと、ものを書く時だけが私は考えている時だ、イコール書くこと、イコールものを考えることだということを言っているわけですけども、そういったその部分がなくなってしまっている。と同時に、それは私たちが今テレビというものを見ている時に、やっぱりこの勝ち目がないと言いますかね、その無力感というのは、その冒頭に挙げました音楽家の方もやっぱり感じているんじゃないでしょうかね。いくらいい曲を作っても、自分は素晴らしいと思っても、そしてもっともっと世に訴えていきたいなと思っていても、ザザーザザーとブルドーザーで鳴らされるかのように、巨大なそのマスメディアを使ってですね、自分たちの世界が洗い流されていくということになるわけです。これ私自身も今この謎の点と線、動画を発行していて、それは強く感じます。逆に考えますと、そういった力を利用してうまく時流に乗って、そしてという人もいるわけですね。そして現にそういう人が、まあ、今この日本を支配しているわけですけども、では私たちはどうすべきかということになってきますと、要するに私たち自身が賢くならなければならないということではないでしょうか。自分で考えて自分で判断するという能力をみんなが一人一人が、まあ、磨いていくということですね。そしてその結果として10年後、20年後に新しい日本の文化っていうのが作り上げられると思うんですけども、さてどうなんでしょうか。今の現状を見るとですね、大変心もとないと言いますか、心細いと言いますか、不安、心配ですよね。私はそういう感じ強く持っているわけですけども、これでいいのかなと、これでいいのかなということは思います。どこかそうでないような人がですね、ずらざらざっと有名タレント文化人として顔を連ねる、インターネットを開いてもいわゆるテレビの露出度の高い人ほどずらざらざっと顔を並べてくる。こういう人で本当にいいのかな、本当にこういう人が文化人と言えるのかなと、まあ疑問に思うような人でも、まあ、はい、ということになるわけですけども、こんなことでいいのかなというふうには強く強く思います。ではどうするか、先ほどちょっと言いましたけども、もうマスコミがですね、仮に10社であるとしても、たった10社で日本中のテレビというテレビ局というテレビですよね、媒体というものを支配する、その逆の恐ろしさというものを私は強く感じています。ですから、これだけね、素晴らしい人たちが書店行くと、マイナーな人かもしれないけども、たくさんいる。そういう人が浮かび上がるためには、巨大なブルドーザーというものはもう必要ないんじゃないかと、私はそのように考えています。逆に考えますと、アメリカのようにですね、テレビの電波というものをもっともっと多くの人に開放して、そして地方の市役所がテレビ局を作る、地方の大会社がテレビ局を作る、宗教団体がテレビ局を作る、そういう感じで、なんて言いますか、チャンネルを多くしてですね、それこそ40チャンネル、60チャンネルあってもいいわけですから、そうしたチャンネルを逆に私たちが選びながら、自分たちでその中に参加していくというような、そういうその流れというものを作る、それはイコール私は民主主義だと思います。どこかまだね、日本という国は大本営発表式のマスメディアが幅を利かせているという感じがします。そして国民の私たちは
操られるまま操られながら、そして低俗化しなさにさせられながらも、それに気づかないままそれでよしとしてしまっているのではないでしょうかというふうに強く思います。いかがでしょうか。それがもし私が間違っているというふうに思われるならばですね、そのマスコミの世界にザザザッと並べて顔を並べていらっしゃるああいう方たちを今一度しっかりと皆さん自身の目で見て判断して、本当にそういう人が知性理性豊かな人なのか賢者なのかという立場で見てですね、同時にそれが私たちの国を代表する文化人なのか、またそれで良いのかということを考えてみられてはどうでしょうか。そして勇気を持ってそういう人たちからは遠ざかっていくということですね。遠ざかるということは評価しないということです。それがみんながそういうことを考えたときに、その間からですね、冒頭で挙げましたような本当に力のある音楽家の卵のような方がですね、その間から芽を出し生まれ育っていく世界がこの日本にもやってくるのではないかと思います。まあ、結論的に言えば、文化は商品ではありません。芸術も商品ではありません。真善美の追求もこれまた商品ではありません。また商品であってはいけないということですね。そういう賢い目を私たちは今養うべきではないかと考えています。今日は林浩司の文化論を話させていただきました。今日はこれで失礼します。で、来週になりましたね、12月22日土曜日新横浜会を開きます。勉強会においでくださる方はどうかおいでください。で、昨日私の息子の本が出版されましたので、書店で目に留まりましたらパラパラパラっと開いてみてください。よろしくお願いします。それでは皆さん、今日はこれで失礼します。バイ。Thank you.